ひな祭りは、大竹正夫による日本の漫画作品。エンターブレイン発行の格月誌、フェローズ、ボリューム8に読み切りとして掲載され、動詞ボリューム11バイトより正式に連載を開始する。フェローズが、年10回間、春田へと氏名を変更した2013年以降も、毎号連載を続け、ボリューム76をもって完結した。作者の大竹は、 猿渡り哲也のアシスタント出身。作者にとっての初連載、初単行本化作品にして、初アニメ化作品となった。若手ヤクザ、新田義文の部屋に、突然楕円形の物体に包まれて、超能力者であるヒナが現れる。神殿は超能力を恐れヒナを、家から追い出せずにいたが、ヒナがズボラで何もできない性格だと知りついつい世話を、焼いてしまう。同時にヒナは、 自分の超能力を利用しようとしない神殿を信頼していく。そんな中、神殿の所属する暴力団の組長が襲われ、新田和人で相手の暴力団に殴り込むことになってしまう。新タが悩んでいると、ヒナが自ら協力を申し出る。神殿は断ろうとしたが、ヒナは従わず敵の暴力団事務所を壊滅させた。 神殿は恩を感じ、正式にヒナと一緒に暮らすようになる。そうして、常識知らずの超能力者、ヒナ、それに振り回されるヤクザ、ニッタ、そして、周囲の人々のドタバタした結果往来な日常が繰り広げられていく。東京都豊島区にあるヒナたちが通う区立中学校。ヒナたちの地元である、東京都豊島区朝霞にある商店街。歌子のバー。 リトルソングや林夫妻の中華料理店、来店などがある。ヒナやアンズが所属していた組織。下、術のセントラルパークのリーダー、山本敦氏が瞳にコンサルティングを頼んだ末にできた組織であり、超人フィットネスが母体となっている。研究所でヒナやアンズのような超能力者を人工的に生み出し、その力を利用して、ロック、ジョンを行おうとしていた。 超能力者たちは生活や教育面においてあまり人道的とは言えない処遇を受けていたようで、ヒナたちの発言や性格の変遷にそれらが現れている。ヒナたちが現代で生活している間にすでに壊滅している。新太が所属する稲荷会王道会参加の暴力団。組事務所内には人技最高の書が掲げられている。街で 路上演奏をしていた4人組ロックバンド、エンジェル、アイアムゴッドなどの楽曲がある。ヒナが神殿に感動された際、ヒナに路上で稼ぐ方法を教え、その後ヒナの手品と自分たちの演奏を組み合わせて集客を増やしていった。ヒナが抜けた後も、ロックとイリュージョンを融合したロックウージョンを標榜し、メジャーデビューを果たすが活動を休止し、 アメリカでイリュージョンを学ぶためアルバイトをしている。アメリカに渡ったもの,のただの手品で求めるイリュージョンはなかった。単行本15巻で、アツシ以外のメンバーがバンドをやめ解散するが、未来を変える決意をしたヒナがアンズとマオを誘って、アツシと共にネオセントラルパークを結成した。ヒナの通う高校。名前の通り入学試験に記名するだけで合格できる。 レベルの男女共学の定位変更。不良が5割、オタクが2割、普通の生徒3割で中退していくものも多い。記述の通り、単行本第1巻第1話の超能力少女を現るは読み切り掲載。これは、掲載史上ではサブタイトル及び通算の話数の表記はなかったもので、単行本収録時にサブタイトルと話数表記が付けられた。 連載開始の第1話は、第1巻、第2話の、大人の世界であり、雑誌掲載時に、これが、第1話と表記されていた。これにより、当初単行本の話数表記と掲載史上の、それには、ズレが生じ、掲載史表記の話数に一足したものが、単行本の話数となっていた。この調整のため掲載史では、第15話の次を、第17話とし、 第4巻以降は、単行本と経済誌の話数のずれはなくなった。また、単行本には、各話の間をつないだり、後日談としてのエピソードを描いた、ショートショート的短編、エクストラが数本描き下ろし収録されている。第16巻では、雑誌掲載時の、第85話第82話、第82話第83話、第85話第83話、 順番が一部入れ替わっており、エクストラはなしとなっている。18巻は雑誌掲載時の第94話と第95話が入れ替わっている。第3.68.1012巻はひな祭りに合わせての発売となったため、同月に発売された他のビームコミックスレーベル作品と発売日がずれている。2018年4月から6月にかけて、 ATX 東京 MX 他にて放送された。2016年頃に企画がスタートし、監督、脚本家、キーアニメーター、制作会社など、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。俗や、この美術部には問題がある、を制作したスタッフたちが集結している。脚本は、シリーズ構成の大地が、絵コンテは監督の及川が、全話数を担当。 アフレコは2017年12月から始まり、2018年4月までに最終話までのアフレコを終えている。シナリオ構成は、原作者の大竹が必ず入れたいエピソードを上げ、次に、監督の及川の入れたいエピソードを挙げた上で、シリーズ構成、脚本の大地がシナリオを制作した。その時に挙げられたエピソードとして、大竹は、 第7話のひなが、生徒会選挙に立候補する会、第8話のまみが登場する会、第9話のコンクリドラム缶の会、第11話の、地と暴力と金に飢えた男を挙げ、及川は、第9話のマオの無人島の会を挙げた。ひな祭りというタイトルを知らない視聴者に、続きを見たいと思わせるようなインパクトを残すため、第1話冒頭のシーンは3年後のマオの話から、始まっており、 このシーンは最終話の B パートにもつながるよう構成されている。また、アニメでは登場人物が痛みを表現するときに、あいったとセリフを言うことがお約束となっている。これは及川が監督を務める作品の演出に取り入れるギャグ要素の一つである。オープニング主題歌のディスタンスは監督である及川のひな祭りなのに良い曲だというボケをやりたいという。 要望から制作された。また、オープニング映像では、ヒナが、イクラ丼を常に持っている演出がなされた。これは、原作の表紙に常に、イクラが登場していることが影響している。しかし、すべてのカットにイクラを入れることは難しかったため、他のカットには歌子が代わりとして入れられ、オープニングとエンディングでは、話が進むにつれて歌子が消えていく演出が取られた。 監督である及川によると、シュールで面白い原作であるだけに、原作を最大限活かすためのストライクゾーンは狭いと思ったとした上で、原作の持つ空気感を再現するために、脚本、絵コンテ、演出、編集、アフレコダビングの各セクションにおいて、常に間だとテンポに関わるという方針のもと制作された。原作者の大竹は、アニメの出来栄えについて、 クオリティがすげえたけえんだけど大丈夫と思ったことや、キャラの特徴を捉えて、可愛く描かれていたことを語っており、印象に残った箇所として、オープニングや、キーアニメーターの竹内哲也による、あっち向いて、ホイの作画などを挙げている。ブルーレイ &DVD 各館収録映像特典。出演は、田中隆子、中島よしき。 今度楓と、日笠陽子による、ラジオ番組、ラジオ、ひな祭りリトルソングへようこそ。が、おと泉にて2018年4月9日から7月2日まで、配信された。毎週月曜更新。同年7月15日には、インターネットラジオステーション、おと泉27時間2個制放送内の、枠番組として配信された。ありがとうございます。